私の名前はマイ、至って普通の会社員。ある日、同僚の知り合いの飲み会にお呼ばれした時、今の彼氏ヒデと出会った。なんだか家庭的な人ってタイプなんだよな。イケメンの部類に入る彼からアプローチを受け、ドキッとした私が、彼といい仲になるのに時間はかからなかった。彼とお付き合いしてから3ヶ月、彼からの提案で私たちは同棲をすることになった。これからよろしくね、家事も料理も頑張るから。ああ、俺もちゃんと手伝うからな。そうだ、俺の母が前に会いたいって言ってたから、近々俺の実家にも行こうな。うん。彼は家事も手伝ってくれる協力的な人で、気遣ってもくれる優しい人だった。付き合ってまだ間もないけど、私は彼との結婚を意識し始めていた。そして同棲し始めてから3ヶ月が経った頃、ヒデの実家に？そう、今週末はどうかな。俺の母もそろそろ連れてこいってうるさくて。ついに彼の実家にお邪魔することになった。そして週末の土曜日、持っていくお土産も厳選して選び、恋人の親に対する挨拶の心得などを勉強して挑んだ。そんな緊張しまくりの私をよそに、彼はのほほんとした態度で実家の呼び鈴を押した。いらっしゃい、待ってたわよ。はじめまして、ヒデさんとお付き合いさせていただいています、マイと申します。本日はお招きいただきありがとうございます。あらあら、可愛らしいお嬢さんね。どうぞ上がってください。はい、よろしくお願いします。そう言って頭を下げたのだが、勢いをつけすぎて最後言葉を噛んでしまった。恐る恐る顔を上げると、彼母はにこやかな笑顔で対応してくれて、心底ほっとした。事前に挨拶の心得などを調べるついでに、ネットで彼氏の母が息子の彼女にどうたらという話も目にしていたので、そのことも不安だったのだ。ネット情報を鵜呑みにしない方がいいと学んだ。しかし安心したのもつかの間。舞さんは丸抜高校出身なのね。じゃあ大学は？令和大学です。そうなの。それでうちの息子とね。私への質問攻めが始まったかと思うと、家族構成や家族の職業、学歴や資格の有無などを聞いてきて、私が正直に答えるたび小馬鹿にしたような態度をとってくる彼母。やっぱりネットの情報を舐めたらいけないなと思った瞬間だった。それから私の容姿を上から下までじろじろと見てきた彼母が一言。その容姿で私の息子とね。いやー、それにしては外見がちょっとね。そうつぶやくようにバカにしてきて、かなり気分が悪かった。そりゃ彼氏もイケメンだし、彼母も綺麗な人だけど、それでも他人の容姿をバカにしたように下に見てくるのはかなり失礼だ。しかもこれを彼がいないところでしてくるからタチが悪い。その日の帰り道、意を決して彼母にされたことを彼に言ってみた。しかし彼の反応は以下の通り。俺の母さんがそんなことするわけない。何かの間違いだろ。あんなに優しくしていた母さんのことを悪く言われるのはあまりいい気分しないな。そうだよね、ごめん忘れて。確かに何の証拠もない状態でそんなことを言われても信じるわけないと思ったので、それ以上言及せず私の中で留めておくことにした。それから数日して、私たちの家に荷物が送られてきた。うわぁ、何これ。送り主は彼母。中身を開けると袋に入ったスイーツだった。しかしそれらは微妙に腐りかけているシュークリームや、カピカピになったモナカ、皮が変色している大福など、見ただけで食べられないと判断できるものの数々だった。舞さんへ贈り物です、召し上がってね。一緒に入っていたメモにそう書かれていたけど、腐りかけのものなんか食べられるはずない。明らかに嫌がらせだ。そしてこれが彼母が私のことをよく思っていない証拠になりうると思い、仕事から帰ってきた彼に中身ごと見せた。こんな腐ったものを贈り物だとか、嫌がらせ以外何者でもないと思うんだけど。そんな風には見えないけどな。まあせっかく送ってくれたものを無駄にするなよ。明らかに腐りかけてるの気づいてるくせに、
自分の母親が私に嫌がらせしてる事実を認めたくないのか、彼には淡々とした態度であしらわれた。彼への不信感が生まれた瞬間だった。それからまた一週間して、彼母から見事に腐った食材たちが送られてきた。冷凍焼けした肉、虫食いでボロボロの野菜、賞味期限切れのハムやチーズ、芽が生えているジャガイモと玉ねぎ、茎が伸びまくった人参もたくさんある。前回と同様彼に見せたら、まあこれは再放送かなってくらいの反応をいただきましたよ。よかったね。よかったねじゃないよ。明らかに腐ってるでしょこれ。他に何か言うことあるんじゃないの？他に何言えって言うんだよ。もらったんならちゃんと調理して食べればいいだろ。あのさ、明らかに腐ってるものをあなたは私に食べろって言いたいの？せっかくこうして送ってきてくれたんだろ、文句つけるなよ。彼は、俺の母親が嫌がらせなんかするわけないだろ、これ以上言及したら切れるぞ的な空気を漂わせて、まともに取り合わずさっさと着替えに行った。どうやら考えてたことを実行せざるを得ないようだ。夕ご飯だよ。メニューはあなたの好きな肉じゃがとハムとチーズのサラダ。テーブルに並べられたご飯を見て彼は唖然としていた。それはそうだろうね、だって全部送られてきた腐った食材で作ったんだから。全部何かしら変な匂いがしてるし、見た目も変色しているものばかりだ。せっかくあなたのお母様が送ってきてくださったんですもの。そんな優しいお母様の気遣いを無駄にしないようにしないとね。あなたの言う通り、文句をつけずきちんと調理させていただいたわよ。お前の分は？私は大丈夫、食べていいよ、残らず全部。そんな、母さんはお前のためにって言ってたんだから。でも本当に優しいお母様ね。たくさんあるから、しばらくあなたの食費が浮くよ。これで謝ってくれたらよかったんだけど、彼は意地になったのか、全部完食してた。体張ってまで母親はかばいたいようだったから、止めはしなかった。そして次の日、私は彼母にお礼メールを送った。この度は結構なお品をお送りいただき、ありがとうございました。美味しそうに食べていましたよ。おかげで息子さんの食費が浮きました。すると、すぐさま彼母から電話がかかってきた。どうして？なんで食べさせたの？信じられない。お母様がせっかくくださったので、ひでくんの大好きな肉じゃがを作りましたけど、何か問題ありました？ひでは大丈夫だの？私はあんた宛てに送ったのに。なんで大丈夫かと心配するほど食べられるかわからない食材を送ってくるんですか？ひでくんも自分の判断で食べたんですから。今すぐそっちに行くから迎えに来なさい。彼母は免許持ってないし、ここからは遠方なので、交通機関を使っても簡単には来れないだろう。ま、鹿と一択ということで電話を切った。まあいい、お腹痛い。へえ、よかったね。電話を切った後、ベッドでお腹を壊して苦しんでいる彼を見てた。見てたんじゃなく、ただ見てただけ。そんな苦しむ彼に、いつぞやの彼の反応を真似て対応した。悪かったよ、謝るから。私は食べる前にお母様からもらったもので作ったって申告したわよ。食べないって選択もできたのに、自ら進んで完食したんでしょ。自業自得よ。本当に悪かったと思ってるんだよ。あなたの母親がしたことがどういうことなのかよくわかったでしょ。でもあなた私に食べろって言ったよね。母さんをかばった俺がバカだったってわかったから、はあ、今後は適当にあしらわず、きちんとどんな問題も向き合ってくれるって約束するんなら、それなりに看病はしてあげるよ。約束する。私は彼にそう約束させ、看病してあげた。手厚く献身的になんてしてあげなかったけどね。とりあえず一件落着である。その後すっかり回復した彼は改めて私に謝罪してきた。俺、自分の母親が彼女の嫌がらせする人だなんて思いたくなかったんだ。送られてきたものが全部腐ってるものだと分かってたけど、どうしても直視できなかった。でもこれから変わるよ。本当にごめんなさい。
分かってくれたんならいいよ。私も腐ったもの食べさせるってえげつないことしちゃったし、ごめんなさい。いいんだよ。舞の言ってた通り食べないっていうこともできたのに、意地になった俺が悪いんだ。舞は悪くないよ。でもどうしたの急に。なんか悟り開いたみたいになってるけど。俺の母親にさ、今回のことで文句言ったんだよ。そしたらさ、どうやら彼は彼母にきちんと抗議したらしい。でも彼母は反省するどころか開き直って私たちの仲を猛反対してきたそうだ。全部ヒデちゃんのためじゃないの。なんであんな女の子とかばうのよ。私があなたにふさわしい人見つけてあげるから、今すぐ別れなさい。なんで母さんに俺の付き合う人を決められなきゃいけないんだよ。反省も謝りもしないならしばらく実家に帰ってこないから。母さんなんか嫌いだよ。そんな、ヒデちゃん冗談よね。昔はママ大好きって言ってたじゃない、ヒデちゃん。へえ、そうなんだ。大変だったね。ああ、しばらく実家には帰省しないことにしたよ。少しは反省してほしいもんだ。そうね、いい判断だと思う。大好きな息子に嫌われるなんてご愁傷様だ。散々人を小バカにするからだ。ざまあみろ。こうして私と彼は平和な日々を取り戻し、幸せに暮らすのだった。なわけないじゃん。これは簡単に終わらせられないでしょう。私はなんとなくわかっている。きっとこの問題はまた再発すると。喉元すぎればなんとやらね。彼自身が母親をなんとかするではなく、無視してしばらく実家に帰らないことにするという選択をした時点で、私は彼の本性を垣間見た気がしている。反省して自覚して謝ってくれたのはいいことだけど、実際は問題を先送りにしているだけだ。今回のことで思い描いていた彼との未来は一旦リセット。あの母親を何とかしないと結婚なんかできやしない。彼のことは大好きだけど、結婚までは考えられなくなった。しばらく様子見の期間だな、これは。これからどうなるかはこれからの彼次第だ。とりあえず私は平和に暮らしながら賃貸探しをしておきますかね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。